いいたします。どうぞ。はい、今日総理はですね、朝日新聞の保証です。今日総理は CLSA ジャパンフォーラムで、日本への海外投資を増やす政策を打ち出しました。例えば副大臣政務官を相談相手につける企業担当制を創設したいというようなことをおっしゃっておりますが、この、提案のですね、提言の狙いというのは。総理が今日の講演でそのようなことを発信をしました。我が国の対内直接投資は2014年は前年に比べて倍増しています。我が国へのこうした投資をですね、さらに進めていくために、政府としてはこの3月に全国の自治体と連携しながらですね、新たな取り組み策をまとめることになっています。現在その内容を検討中であって、ご指摘のこの総理がですね、表明した企業担当制も含めてですね、その内容を現在行っている検討書の中で提示できるようにしていきたいというふうに思います。具体的にいつまでにこういう目標を達成するというのはあるんでしょうか。3月に自治体と連携してこれを取りまとめることになってますから、そこで方向性値も出したいというふうに思います。はい、毎日新聞の木下です。関連ですが、はい、海外企業とはいえですね、民間企業に国会議員である副大臣政務官を担当につける試みというのは異例だと思うんですが、このことについてはどのような狙いがあるか。これはまさに、企業立地については世界の競争ですよね。そういう中で例えば米国なんかは、その知事が直接このセールス活動をしたり、今閣僚が来ると、そうしたことをやっている。そういう意味においては国内のですね、まさに成長戦略、雇用確保、そういう意味において極めて大事なことだというふうに思っています。はい、読売新聞の海江です。話題変わりますが、午前中に伺った国連安保理での中国との欧州にも関連するんですが、今年 その戦後70年の節目ということで、中国、韓国含め各国の歴史認識などをめぐって、それぞれの主張を激しく、宣伝戦というか欧州が激しくなると想定されますが、日本政府としてはどうこの日本の主張を国際社会に訴えていくというか、対外発信の強化についてどうお考えでしょうか。まずですね、戦後70年間日本はこの平和で自由で、そして民主的な、国をですね、を構築をして、また近隣諸国、アジアの発展途上国等にですね、その発展のための支援をして、貢献をしてきたと。世界のまさに平和と繁栄の中でですね、貢献してきたわけですから、そうしたことをですね、これは引き続き、実行に移し、またそこは訴えていきたいというふうに思います。で、こうした日本のこの歩みというものをですね、この対外発信のさまざまな枠組みを行使しながら、この日本の正しい姿、そうしたものをしっかりと発信をしですね、日本の多様性だとか魅力というものをですね、親日国を増やしながら海外にですね、広めていきたいというふうに思います。そういう意味においては、これからはまさに政府民間企業、地方自治体、そういうことが、含めてこのオールジャパン体制で行っていくことが大事だというふうに思いますし、また現地でどのようなニーズがあるのかと、そうしたこともですね、踏まえながら行っていく。さらにこの、日本に関する情報がワンストップで、このワンストップサービスができるようにですね、ジャパンハウス、こうしたものを積極的に活用しながら、しっかりと対外配信というものを行っていきたいというふうに思います。はい、予算委員会、明日大会で与野党を提示しました。予想側は西川大臣の国民が総理の国民に対する人民に対した経緯などというと構えですけど、どう。総理は任命責任については自らあるということを昨日会見で申し上げました。
そういう意味で、総理からは説明、総理の説明が当然あるだろうというふうに思いますし、西川大臣についてはですね、ある政党の党首はもっと早く辞任すべきだって話もされたとしてました。そういう中で、農林水産大臣としてですね、農業改革をはじめ、しっかり対応されてきたというふうに思います。はい、沖縄タイムスの大野です。沖縄県の合わせ干潟埋め立て事業についてお伺いします。反対住民が工事の差し止めを求めていた訴訟で、今日那覇地裁が住民の請求を棄却し埋め立てを認定しました。沖縄県沖縄市とともに国も事業主となっているんですけれども、その判決への受け止めをお願いします。詳細については承知していませんが、沖縄県及び沖縄市の主張を認めるものである、こういうふうに報告を受けています。いずれにしろ、引き続き環境保全に十分配慮しながらですね、整備を進めていくという形になるだろうと思います。関連します。今回のこの合わせ埋め立て事業とかですね、あと那覇空港の第二滑走路建設事業など、その中山前知事の時代からその継続している事業がまだ沖縄県内にたくさんあります。小永知事とは辺野古問題で考え方が違って、いわゆるその信頼関係が以前のようには政府との間にないというような状況だと思うんですけれども、こうした継続した事業への影響というのは今後ないと思います。そこはないと思います。はい、ロイターの根川です。少し前のことで恐縮なんですけれども、イスラム国の事件を受けて今月初め頃にフリージャーナリストや作家の方々がマスコミの間で政権批判を自粛するような雰囲気が広がっていると指摘するような声明を発表しました。で、そのマスコミとしてもその政権批判をすれば今後の取材がやりにくくなるのではないかというような懸念があって、でこれをもって政府からその暗黙の圧力を受けているというような指摘もあるんですけれども、こうした考え方について、政府としての見解を聞かせてください。まずですね、政府としては、もとより憲法が保障する報道の自由、表現の自由、これは最大限尊重されるというふうに考えています。そして、我が国においてあらゆる政策についても、国会や言論会でさまざまな立場から十形の意見が表面行われているんじゃないでしょうか。つい先日私この運動をやっている方がテレビ出て発言をしましたけれども、あたかもですね、アイスルの事件に対してですね、政府を批判をしてましたけれども、人命に本当に危険に迫るようなことをですね、またあたかも見てきたようなですね、全く事実と異なることをテレビ局で堂々と延々とですね発言をしました。そういうことを見ても、日本というのはまさに自由がしっかり保障されているんじゃないでしょうかね。履き違いというのもあるだろうと思いますけど。よろしいですか。はい、ありがとうございました。